これで今回の依頼は終わり。少し手こずったわね。そうか。無駄に抵抗されただけで手こずってはないだろう。命がかかってるんだから必死に抵抗するのは当然でしょ。けどそれにしても余計な手間と時間も使わされたし、やっぱり手こずったわよ。まあちょっと面倒ではあったな。だからどうしたって程度だが。で、何やってんだお前。携帯なんかいじって。この後人と会う予定だったのよ。けどさっきの依頼でちょっと疲れちゃった。だからサービスする代わりに時間をずらしてもらってるの。人と会う予定。ああ、例の金もらって話を聞くっていう小遣い稼ぎか。サービスってなんだ。キスの一つでもしてやるってのか。しないわよ。ちょっと話を聞いてあげる時間を伸ばしてあげるだけ。つまらねえサービスだな。しかし何度聞いてもわからん世界だ。話を聞いてもらうためだけに金払うなんて、何が楽しくてそんなことしてるんだか。あら、人に話を聞かせるのは基本的に楽しいことなのよ。そうか。ええ、自分が楽しかったことを人に聞かせて、これだけ楽しかったんだって共有しようとしたり、辛かった時のことを人に話せば自分は辛かったんだと知ってもらって楽になれる。そういうことを話してる時、話してる人は楽しいのよ。自分のことを理解してもらえてね。そういう機会を私はお金をもらって提供してるの。話を聞くだけで金がもらえるなんてボロい商売だな。ただ聞くだけじゃないわよ。そんなマグロみたいな子はすぐ飽きられるんだから。楽しい話には笑顔でうなずいて、悲しい話には共感して涙を見せる。落ち込んでいる相手は励ましてあげるし、褒められたい相手には心ゆくまで褒めちぎってあげる。そうやって話しながら相手の欲求を満たしてあげるのが最も重要で難しいことなんだから。へえ、なるほどな。感情的には理解できねえが、ま、理屈はちょっとは理解したよ。つまり自分語りしたいやつのご機嫌を取って、その代わりに小遣いをもらってるってわけだ。その言い方は少し恣意的だけど、ま、そういう一面もあるわね。少しでも理解してくれたなら話した甲斐もあったわね。もし私とそういう話がしたかったら、お金を払えば聞いてあげるわ。特別親しいわけでもないけど、ま、知り合い価格でちょっとは安くしてあげる。いらねえよ。そもそも俺はそんなもん求めてねえ。俺がお前に求めてるのは、俺の役に立つその能力だけだ。なるほど。私の能力だけが目当てだったのね。何か今言い方やらしくなかったか。あなたは私をどういうキャラにしたいの？そういうことは一切してないわよ。私の客は私にそういうのは求めてないからね。そうかい。まあ健全なことで。それはともかく、俺はお前に金払ってワイワイ歓談することなんて興味ねえよ。別に歓談じゃなくてもいいのだけど、例えば人には言えない秘密の相談とか。なおさら言えねえよ。自分の秘密を他人に言うなんてどんな神経してんだ。知り合いには相談しにくいけど、一人じゃ抱え込めないって人がたまにいるのよ。ねえよ、歓談も相談もどっちも金払ってまですることじゃねえ。第一、話すだけなら今できてるだろう。わざわざ金を払ってまでする必要性は感じねえな。ま、それもそうね。あなたには必要のない話だったわね。さてと、じゃあ私はこれで。準備もあるし、ちょっと休んでおきたいからね。何か連絡があったら携帯にちょうだい。それじゃ、またね。